森重マストが選ぶマイベストチーム、フォーメーションは352です。ゴールキーパーは西川周作選手です。理由はシュートストップ、それとパントキック、ビルドアップ能力に長けてるからです。マリノスのチアゴ選手、彼一人であの攻撃的なチームのディフェンスラインをカバーできてる能力の高い選手だなと思います。シマオマテ選手、フィジカルがとにかく強くて、こちらの2トップも封じ込められた印象があります。セレッソ大阪のヨニッチ選手、1対1も強くて得点能力も高いセンターバックだと思います。大島亮太選手、やっぱり彼がいることで攻撃がスムーズにいくと思います。レオシルバ選手、やっぱり得点能力もあるし、やっぱ彼がいることで中盤が安定するからです。中川選手、やっぱり彼のドリブルっていうのは今年一番輝いてたかなと思います。鹿島アントラーズのセルジーニョ選手、やっぱり決定力が一番高いかなと思います。トップ下、マルコス・ジュニオール選手です。 1.5 列目で能力を発揮できているかなと思います。間違いない、ドーグラス選手、やっぱり身体能力を生かした、得点っていうのが多かったので、ディフェンスからしても嫌な選手でした。コロキ選手、ディフェンダーにとって一番嫌なところ、一瞬のスピードだったり、そういうの駆け引きがうまいので選びました。